でも、被害に遭ってるんですけど、たまにやっぱりいいことも言ってくれる方がいてですね、動物が食べるぐらい安心だねってやっぱり言ってくれる方も見えてるんですね。はい、まあちょっとそれは嬉しいことなんですけど、はい、まあ、ただかなり被害はあります。あと一番いかん、いかんってわけじゃないんですけど、まあまあ、そうですね、鳥がやっぱり乾燥、うちは天日干しで乾燥させますから、鳥が食べに来るっていうのは旅の 鳥がやっぱ一番いかんですね、容赦なく来るので。容赦なく、はい、それが一番心配ですね。あとやっぱりピラエスの方が冬場あったかいのでですね、野犬がちょっと寝るんですね、猫とかですね。それがちょっとまあ機械に巻き込まれたことはないんですけど、まあ、ちょっと心配事ではあるんですけどまあいいことも悪いこともやっぱりあるんで、はい、はい、